はい、今回は兄弟2023年の問題を説明します。化合物 A から F は1のベンゼン化を構成する炭素原子のうち、隣接する2つの炭素原子に置換器が結合した化合物、またはピリジン化の3位と5位の両方の炭素原子に置換器が結合した化合物であると。A から F の構造式を修正と。いや、あ、化合物 A からではいつも同じ分子式 C なら H7 なら O2 と。これはピリジン化っていうのはね、こういうな、ピリジン化というのはこれ、これは C5H5N か。この C7H7NO2 から C5H5N を引き上げたら C2 やな、C2H2O2 か。で、これは、これね、ここは COH がありそうやな。COH って言ったら CH やな。ここは1、2、3やな。こんな形のやつと、で、もう一つはちょっとわかんないけど、トルゲンやな。これトルゲンっていうのがあって、で、濃硝酸と濃硫酸で NO2 プラスがアタックして、これが、どうなんだな、CH3 の NO2 とかね、ポルトイシカは、まあ、今1、隣接する2つの炭素ベースって書いてあるわね。で、これが、A か、これ B かな、ちょっとわからないけど、でこれを、酸化すると、COOH で、これ COH かな、これが N で、これは B からは E、F か、これ酸化したら、COOH の NO2 か、こんなんやな。これどうでしょうかな、N が1個で O が4つずつで、C が1、2、3、6個か一緒やな。2、3、4、5、6一緒。C が、あ、ここ間違えたな。これこうちゃう。これこれ。ここはこうやな。な、C が7個やね。で、次が、BF にメタノールと濃硫酸。これが、B で、これが E か、A から E。で、BF にメタノールと濃硫酸を加えるとエステル化すると。B から、これエステル化したら、B からは、な、こう、ここへので、CH3 で、CH3 か、こんなのあるよな。これができると。分子式、これは、C8H9NO2 か。な、で、こっち側の方は、これは COOCH3 と COOCH3 で、これ F な。これは C9H9NO4 か。NO4。C が1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、7、8、9やな。こっちやな。で、化合物 E を、この E を、スルート塩酸で還元するね。COOH と NH2 やな。これ C やな。C。C と A は一緒かな。これ N が1個で、O が2つで、H が1、2、3、4、5、6、7。同じか、同じやな。で、最後、D は陽動ホルム反応を示した。D は陽動ホルム反応を示したということは COCH3 かな。こんな、こんな構造があると。で、これで、同じならな、何か C が7個にならな、何か、こうか、な。これで、で、あとは、数合わせなのかな。C が7個で、N が1個で、で、もう1個 O がないから、ないかなから、こうやな。これが D な、直しな。はい、終わります。